皆さんこんにちは、ラバダックです。今回はリクエストのあったクラッチのご説明をしたいと思います。ということで今回ね、説明に使うのはこの車両ということで、車を使いたかったんですが、車だとねハンドル操作が発生してしまうので、ちょっとね説明しづらいということで鉄道車両を作りました。どーもくんみたいな形をしてたのは偶然なんですが、色をねどーもくんの色にしたのは偶然じゃありません。まあ知らない方はどーもくんをネットで調べてみてください。 NHK のキャラクターです。はい、ということでやっていきましょう。クラッチの説明なんですが、簡単に言うとエンジンと、タイヤだったり車輪をつないだり、あとつながなかったりする装置です。で、どのような仕組みになっているのかは今から説明したいと思います。で、今車両にはクラッチがついていません。エンジン、ここにありますね。エンジンから直接ギアにつながって、ギアから普通に、台車のところの車輪につながっているようになっています。で、ボタンはここエンジンスタートで、このエンジンの出力がスロットルで操作されます。で、ブレーキと、あ、バックですね。ここはバックボタン、後ろに下がるボタンと、そしてこれがブレーキです。で、エンジンをかけていきます。現在はクラッチがついていないタイプのものです。はい、今エンジンかけました。エンジンかけた瞬間ね、動き出してしまいました。スロットルゼロですよね。はい、で、ちょっとスロットル上げていくと、はい、走り出しましたね。こんな感じで走っていきます。じゃあ、ちょっと早いな。じゃあ、バックしたいと思ってバックに入れたいと思います。で、ブレーキをかけていきます。もうちょっと、はい、ブレーキをかけてと、はい、止まりましたね。じゃあバックに入れます。で、バックに入れて、はい、ブレーキ解除した。あれ、動かないですね。完全に止まってしまいました。実はね、エンジンももう止まってしまってるんですよ。動いてるときは煙がね多少なりとも出てきます。なのにこうやってエンジンが止まってしまいました。じゃあもう一回かけてみましょうか。はい、そうするとまた動き出して、ゆっくり動き出しています。で、スロットル上げると煙が出てきて、また走り出しました。はい、これどういうことかというですとですね、エンジンって基本的につけた瞬間から若干動いてますよね。どこ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 って音がしてますよね、車とか。でも車ってエンジンの音がしてるのに走ってないですよね。なんでかっていうと、クラッチがついてて、エンジンは動いてるんだけどタイヤとつなげてない状態なので、タイヤが動かない、だから車も動かないという仕組みになってるんですね。なのでクラッチがない今この車の状態だと、もうエンジンをかけた直後から、タイヤとつながってるので車が動き出してしまう。そしてブレーキをかけてエンジンが止まってしまったのは、無理やりねエンジンもブレーキによって止められてしまってる。つまりタイヤに直接エンジンがつながってるわけですから、タイヤが止まるイコールエンジンも止まるというふうになってしまうんですね。なのでそうなるとまた再度エンジンをこうつけ直さないといけない。これがエンストと呼ばれる現象です。で、それを解消するためエンジンは常に動き続けて、だけどタイヤに動きを伝えない。そのためにクラッチというのを使います。ではちょっと作り方ご説明していきましょう。はい、戻ってきました。ちょっと見づらいから色変えましょうか。はい、で、白にします。で、今エンジンとギアがくっついていて、このギアの方はね設定見るとわかるんですけど、1対1と1対マイナス1、マイナス1ということはつまりバックの状態ですね、になっています。で、直接つないでるところ、ここ一旦切り取ります。はい、切り取って2マス開けてください。そしてクラッチというのね使うんです。クラッチはメカニックスのここにあります、クラッチ。はい、で、ちょっと向きがあるみたいなんですが、ちょっと見た目的には一緒に見えるんだけど、なんとなくやってる感じだと向きがあるような感じがするんで、こっちかな、こっちのギア側にこの丸が来るような時はきちんと使えるんで、多分こっちが正しい向きなんじゃないかなと思います。はい、で、これで今クラッチがつきました。たとこれだけです。あとはクラッチの操作をするんですが、クラッチの操作はね、このスロットルレバーを使います。なのでこの辺りに入れておきましょうか。スロットルレバーをつけます。これで OK。 あとはつないでいくだけで、つなぐのはスロットルレバーとクラッチ、
そしてこれで終了で、あとは電源をこうつないでいけば完成です。たったこれだけの手間で完了です。はい、スポーン、あ、真っ白か、戻ります。色をつけて、ほい、ちょっと色が淡いか、ほい、ちょっと濃い。あ、こっちの方が濃いんだ。じゃあこれだね。で、ライトだけはきちんと白くする。はい、で、これで OK。 はい、こんな感じになってます。では、さっきと同じことをやってみましょう。はい、まずエンジンつけます。はい、エンジンつけました。で、動きませんね。で、スロットル上げても動きません。ただ煙が出てきました。はい、この状態で問題ない。動かないでもエンジンは一応動いているという状態になります。ではクラッチをつないでいきましょう。クラッチつなぎます。はい、動き出しました。ゆっくりね、クラッチをつなぐことによってこうやって動いてくれます。いいですね、滑らかで。では次、バックに入れましょう。バックに入れるときはね、クラッチをまた離します。離して今離れた状態です。なので電車は惰性で走っています。さあ、ブレーキかけましょう。ブレーキかけて止まりました。ちょっとね、エンジン止まってるように見えますが、煙がもくもく出てますね。はい、では次、バックに入れて、そしてまたクラッチを入れていきます。そうすると、はい、動き出しました。はい、ちょっと早いな。はい、こんな感じで動いていきます。今ブレーキが入ってます。で、またクラッチが外れているので、バックを戻してブレーキを解除してと、そしてまたスロットルレバーでクラッチを入れるとまた走り出します。こんな感じでね、さっきみたいにエンジンがストップすることがなくなりました。このようにすることによってエンジンを使えるようになります。ただね、エンジンというのはどうしても複雑になりやすいので、私はバッテリーを使うことが多いのですが、バッテリーとモーターですね。ただエンジンの方がね、長い時間使用できるのが利点なので、そこのね、利点と不利な点を考えて使っていくといいかもしれません。でですね、注意点としては、バックとか前進するときは必ずクラッチを切ってから操作しなくてはいけません。そうしないとさっきみたいにエンジンがストップしてしまいます。もしね、これを間違えてしまうと、このクラッチを搭載している車であっても普通にエンジン止まってしまいますので、ご注意ください。で、これ間違えそうだなって思ってる方はね、最近習っているというか、最近ね、私が動画で出している回路とかを使うことによって、このね、クラッチがゼロの状態になっている時だけ、このバックとか前進のボタンの操作ができるように、そういう回路を組んでいくと誤操作がなくなる。誤操作がなくなるということは、より高度な技術ができるということになります。なのでね、ちょっと高度な技術がね、できるようになるとかっこいいんじゃないかなと思います。さあ、戻りましょうか。綺麗ですね。そして速い。はい、クラッチ外して。そしてブレーキかけようか。はい、ブレーキかかりました。ということで、今回はクラッチのご説明をしました。これでね、車とか作れるようになりましたし、船とかでもね、バックしたらいきなり止まっちゃ、エンジンが止まっちゃったなんてこともなくなるので、皆さんね、ぜひこれを応用して、いろいろなものを作ってみてはいかがでしょうか。ということで、ラバラックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。